争での双方上のポイントは、前半部分、行動を抑えるときに主に制覇を使っておるんじゃが、制覇っていうのは人差し指を、まあ、バーのように伸ばしてペチャッと押さえて、そして残りの指を押さえて弾くという奏法なんじゃが、まあ、この場合人差し指の先の音がコードのルート音になる場合が多いのでな、まあ、例えば A メジャーだったら A の音、そしてメジャー D メジャー、まあ、E メジャー、 C シャープセブンというふうにな。なのでルートの位置をしっかりと意識してコードチェンジしておくれ。うん。そして後半部分のアルペジオ、方言が多く使われておるので、私はコードチェンジのたびに毎回音を切らずに、まあ、開放弦の音は少し残し気味でプレイすることで、というふうにコードごとに音が途切れないプレイにしておるので、そちらもぜひチャレンジしておくれよ。うん。